じゃあうちが加盟今問い合わせ来てるかっていうとまだゼロなんですよ、うん、だからそのあたり他のフランチャイズさんどうなのかなっていうのは今聞いてみたいなと思ってますね。そうね、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。はい、フランチャイズ始めるくんについて今日はちょっと話をしてみたいと思うんですけど、はい、お願いします。まあ、なんで前田さんがいらっしゃるかというと知り合いなんですね、社長。そうですね、社長知り合い、来週も会う予定があります。はい、その方はどういうきっかけでこれを始めた。なんかいろいろ多分事業を起業していると思うんですけど、うん、若い方でしょ。若い方、24歳とか。24歳。あ、そうなんです。僕も名刺交換だけさせていただいたんですけど。そうですね、24、5とかだと思います、うんうん、これはあれだよね、ベクトルさんが出資してる。そうですね、でも調べたんですけどなんかサイトには出資っていうのが出てなくて、なんか IR とか見た時になんかベクトルがみたいな、はい、画期的というかびっくりするのは、まあ一応このプロレスラーのね、高田さんをこう、はい、バーンと持ってきて広告塔にしてるっていう。いや、めちゃくちゃ目立ちます。お金かかってるって。いや、かなりかかってます。かなりかかってるよね。タクシー広告も一時期流れてて、うん、それで僕知ったんですよ。なるほど、はい、でそれで問い合わせしたっていうのが経緯としてありました。動画が出てるんだよね、これね。そうです、ね、まあ、もちろんバナナも、はい、説明会の動画とか見れるんです、ね、そうです。まあ、このチャンネルで取り上げたところで言えば太巻きの二郎さん出てて、うん、一番最初がブルースターバーガー の説明会とかもやってたんで、はい、武田塾はもう3年も前から全部説明会は動画でしたけど、うん、コロナ以降ね、うん、より動画になってるんで。そうです、ね、うん、これは流行ってくんじゃないかなと思いますけど、うんうんうん、心配するところはメンツなんだよね。メンツですか、うん、やっぱり比較サイトと同じところが載ってるっていう感じだと、はい、やっぱ面白みがなくなっちゃうかなとか思うし、うん、そこがでも難しいところなんだよね、うん、もうこれはいつも林さんがアントリーに対して怒ってるけど、はい、お金もらってるのは本部だから厳選していいところだけ載せますっつっても、じゃあいいところって何なのよっていうのもあるし、基準難しいですよ、うん、まあ、今、パッと見た感じだと、うん、企画サイトと一緒って感じは全然ないんだよね。あ、ちょっと違いますか、うん、どの辺が違いますか。まあ、例えばその、うん、動画じゃないとダメだからっていうこともあるんだろうね、うん、まあ、やっぱり今出てるっていうと、うん、割とイメージ的にはお掃除革命は出てるけどお掃除本舗は出てないっていう感じだと、お掃除革命の方がやっぱ新しいフランチャイズなんでやってることが新しいって、うん、ちょっとね、まんまちゃんは出てないけれども太巻き二郎が出てるのはやっぱり これから動画だぞってなってるところがやっぱり出てる、うん、だから曲がりでバナナなんか出てるのもそういう感じをこう醸し出すよね、でもやっぱこの曲がりでバナナはさ、はい、いいよね、こう並んだ時に目立つじゃん、はい、ありがとうございます、うん、餃子のこの豚が目立たないってわけじゃないんだけど、白の豚よりさ黄色のキリンが目立つじゃんここはねやっぱりね大事なんですよ。あ、うん、ガリバーとかが、はい、あれ黄色だったからうまくいったような気もするしね。今はだからそのロゴはグリーンだけどさ、はい、看板は最初黄色のイメージだったからね。あ、そうなんですね、うん、でフランチャイズはじめるくんはどこを目指してんですか。これをもう大媒体にしたいってことですか。ビジネスモデル的には無料で掲載して制約報酬がもらえるっていうモデルでとりあえず今やってるっていうふうには聞いてるんですけど、うん、その先どういう展開かっていうのはまた来週とか聞いておきます。としたらやっぱり今の時代動画の説明会とかがあってそこに力を入れてるっていうことは進んでる本部だって、うん、まあ1年後2年後にはどこでもやってるのかもしれないけど、うんうんうん、登録も結構比較的簡単で動画の素材渡してとかっていうオペレーションもスムーズだったんですけどね、うん、これと似たようなので、うん、この今度は資金調達できるくんっていう、そうそうそう、さっき調べてたら出てきて、うん、資金調達できるくんとフランチャイズ始めるくんが似てるもんね。だって全部一緒なのまさに、うん、で高田さんが藤森さんに変わったという、変わってっていう、あとの仕組みも何もかも一緒なんですよね。そうそうそう、レイアウトも一緒だし、そうなんですよね、うん、でこれもやっぱりベクトルさんがお金を入れててっていう感じかな。そういうことでしょうね、おそらく。確かに近い領域ではあるんで、まあ、面白いんじゃないかな、まあ、とにかくフランチャイズ業界に新しい発想を持った会社が入ってくるっていうのは、うん、やっぱりいいことなんで、うん、歓迎はしたいと思いますけどね。そうですね、まあ、はじめるくんもじゃあ結構これは、うん、今後伸びていくんだね。で、まあ、おそらく結構今資金をかなり投入してると思うんですけど、うん、これ無料で掲載するから制約しないと報酬入ってこないじゃないですか、うん、だから J カーブで結構掘っていってると思うんですね、うん、でじゃあうちが加盟今問い合わせ来てるかっていうとまだゼロなんですよ、うん、だからそのあたり他のフランチャイズさんどうなのかなっていうのは今聞いてみたいなと思ってます、ね、そうね、だから最初はやっぱり厳しいよね、うん、こういうこの手はね。だからここ経由というのは何で判定するの。ここが面談入るんですよ1回。あ、ここが面談入るんだ。そうなんですよ。それはなんかコンシェルジュ的なのがいるよみたいな。あ、まさにまさに書いてあったのはそれ、ね、そうなんですよ。なので面談した上であなたはどのフランチャイズがいいですよっていうところを仕分けるので、
なるほどね、そういうところが入るっていう形です。そういう仕組みになってるんですか。そうです。だから例えばそのウェブリポートさんとかってもう直接ポンってくるじゃないですか、うん、資料請求みたいな、そういう形ではないっていうような、なるほど、ところですね。僕がちょうどフリーになった瞬間はそういう感じをしてた。要するにメルマガとか、はい、当時ブログで相談に乗って、はい、当時はだからフランチャイズの加盟は個別じゃないと意味がありませんよと、人によっていいフランチャイズが違いますよっていうものを大々的に出して、なるほど、で僕のところに相談に来る、で相談をしてこのフランチャイズやりたいって、あんまりダメなんだったらそこダメだっていう、まあ、そこそこいいんだったらそこの本部に僕が直接つないで、で何の契約もないんだよ僕は、はい、その本部とは、はい、でもきちんと話をすれば、はい、まあ一定の費用はくれるんだよ。なるほど、全然商売になった、でそういうことをやっているコンサルタントの先生って昔は何人かいたの、はい、あ、そうなんですか、うん、ビジネスとしては成り立つと思ったんだけど、うんうんうん、やっぱり最後まで責任を持てないんだよね、紹介して終わりじゃん、だからちょっとこれは違うかなと思って、はい、そこからちょっとやっぱいい本部と組んだ方がいいんだなということになって最終的にこう林さんとって、そういうことなんです、うん、ニーズはあると思う、うん、僕が一人でやってたってあったんだから、ずるいっちゃずるいんだよね、もうここ検討してますっていう状態で来るんだから、はい、でその間に乗ってその本部につなぐだけでしょ、はい、ちょっと後押しするみたい、うん、だから結局本部側から金を取っただけだよね、うん、でもそれでも成り立ってたわけで、それ契約まかなくても紹介し後付けでこうもらえるみたいな、そう、へ、うん、だからもうね、うん、そこの本部と面談してちゃダメじゃん、はいはい、そこだけがもうポイントだ、なるほど、まだ面談してた人に俺がくっついてって、うん、そこで明日は金をよこせって言ったらね、うん、おかしいって、うんうん、そうじゃなかったら本部の方も、はい、こう、うん、僕が連れてきてくれたと思うじゃん、新規を連れてきてくれたリストにある人じゃないから、うんうん、そうすると、まあ、普通に50万とかくれる、なるほど、儲かんなみたいな、うん、確かに、うん、午前中に相談して午後連れてって50万もらったらさ、はい、サラリーマン申し訳ないなみたいなそれ聞いてやり始めそうな人いそうですけどね、だそれはだから成り立つことは成り立つね、うん、そういう仕事っていうか、そういうことだとやっぱりメンツっていうのも載せるところもある程度決まっていくわね、うん、そうです。であとね、結構クレームも分かるんで、うん、ここには紹介しなくなったりするんだよね、うん、でそれはいいことじゃないかと思う、うん、ということで、まあ、ちょっとフランチャイズはじめる君からちょっと前田さんと話をしてみました、はい、ありがとうございました、はい。